層雲峡温泉での一人新年会、現在層雲峡観光ホテルに滞在中です。朝食はまあどのホテルも似たようなものが並びますね。なのでこちらは特に紹介する必要もないでしょう。ちょっとあれもしかしてエアマックエクストリームじゃね。ほら絶対エアマックだって。あれなんならこの会場の入り口にも置いてあったし。まあともかく今日はルミナスダイアリー本編の収録日、その前に午前中は枠湯の温泉街をぶらついてみましょう。今回の収録はマイニューギアである DJI オズモアクションを使います。昨年の夏頃に発売されたアクションカメラです。最近のアクションカメラは H265 で撮れるだけでなく 4K60p もお手の物なんですよね。しかもこのカメラ、オズモシリーズの名を持つだけあって、電子手ブレ補正もかなり有能。アクションカメラ特有の感性を残しつつ、無駄なブレを減らしてくれるのがポイントです。札幌近郊では巨大な下流だった石狩川もここまで登ってきたらなかなか急な川になります。で、この先にあるのが層雲峡温泉街。信号を右に曲がると想像以上にモダンな街並みが見えることでしょう。まだ午前中なのもあって人はそこまで見かけませんね。ちょうどいいので目の前のセイコーマートでマザーイをいっぱい。国立公園なので景観に配慮した店舗デザイン。国道沿いにあるセブンイレブンも大体こんな感じです。やっぱりね、気合を入れるときはマザーイですよ。マザーイ翻訳用に外国人系説明するとマザーイイコールモンスターなんですけどね。ついでに手袋も買っておきました。持ってくるの忘れたんだよ。はい、温泉街は登別や定山系と比べるとそこまで規模があるというわけではありません。やっぱり国立公園のほぼの真ん中にあるという関係上、規模を大きくするのが難しいんでしょう。ただ大小様々な宿泊施設が並ぶので、自分の好みに合ったホテルやペンションを選べるはずです。奥へ進むと国立公園あるあるのビジターセンター、大雪山国立公園北側の生態系の展示が用意されています。まあ中身はこれまで何とか紹介しているので割愛します。とりあえずキタキツネの資料としてこの剥製だけ写真を撮りました。待てよ、なんか様子おかしくね。店が営業を始める気ないんだが。明らかにおかしい。道の路肩も除雪しきってないし、何よりも人の気配がない。この通りの店も一切営業してませんね。特に隣はよく人の集まる土産だったはずですが。あ、実家よ。この通りにあるペンションやホテルも全部登記休業してやがる。まあ、店屋も閉まってやがる。まるで雪に閉ざされた街。凍てついた神移民から。エスロイエスじゃねえんだから。しかし困った。ビジターセンターしか空いてないと、これ以上何もネタがないんだが。さっき知ったけど黒岳ヨーロペイは法定点検で1月中は動いてねえし。あ、そういえばビジターセンターの裏側になんか道あったよな。そこ行ってみっか。そうそう、ここ一度も行ったことなかったな。なんかあるんかね。除雪もされてるし、車が通った痕跡もある。間違いなくなんかあるぞ。よーし、見えてきたぞ、食べ物が。頼むから営業しててくれよ。ちくしょうめー。どうすんだよこれ。写真館らしいけど、ここも冬季休業してんじゃないかよ。つうか、ここだけ見るとマジでスロイエさん。完全に雪に閉ざされた層雲峡温泉街。なんと1月はマジモンの閑散期だったのだ。氷瀑祭りに全てを注ぐべく力を貯めてる状態の今、ルミナスタジオは数少ない景勝地の可動性を求めず彷徨うのであった。石狩川行ってみっか。おー、層雲峡園地。ここなら動画映えするのがあるんじゃないかね。Thank you.
もうね、予想通りというかね、雪で埋まってましたね。はい。さっきも言った通り、氷瀑祭りに全てのパワーを注ぐかのごとく静まり返った温泉街ですが、一つだけありました営業中の施設。ここですよ、ここ。名前を黒岳の湯と言います。名前の通り公衆浴場なんですが、もう一つ営業しているイタリアンレストランがあります。その名も山の板飯屋ビアグリルキャニオン。助かった。ここで時間を潰そう。程よいスペースに居座りやすいインテリアのこのお店、ランチメニューもあってマジで助かります。そんではランチメニューを注文いたしましょう。出てきた品物がこちら。はい、こちらは愛別町産舞茸とシラスのペペロンチーノ、ついでにパンとサラダもついています。愛別は上川町へ向かう前に通過したところでキノコが特産品。まあ高速で通過しただけなのでまだ未知のエリアですが、ペペロンチーノにシラスって結構合うんですよね。特にこの舞茸との組み合わせはなかなか。よくこういう外食でいろんなメニューを試しますが、こうやって作れるものをレイアウトを増やしていくわけよ。うん、うめえな。パスタの茹で加減も良好。若干硬めに感じますが、多分これがアルデンテ。ランチメニューにはコーヒーもついてきます。せっかくなのでいただいておきましょう。いやね、この時点で時刻は13時ぐらい。氷瀑祭りがオープンするまであと30分ぐらいあるんだわ。それまでね、可能な限り時間を稼ぐ必要があるんだよ。まあなのでもうちょっとだけここにいるからな。実はこういう趣向のコンテンツって初めてですよね。これの役目はルミナスダイアリーでやっていたわけだし、俺が観光ネタをやるのもそこまでなかったわけだし、メインディッシュ以外のやつはこっちでやっても良さそう。まああれよな、ある意味あっちでやるまでもないコンテンツが俺の方に回ってきてるって言った方がいいか。おう、